皆様おはようございます。かなり飲みすぎております。そしてね、締めは何にしようかなと思ったのですが、やっぱラーメン食いてえなみたいな感じで、吉野家牛丼の具ですね、こちらを作って、吉野家牛ラーメン作っていきたいと思います。まずですね、こちらですね、黄金だし沸騰させております。そしてこちらはですね、牛丼レトルトですね、レトルトぽっちゃんですね、これで温めていきたいと思います。そしてね、こちらに、ラーメンを入れていきたいと思います。ラーメンの方はね、まあ生ラーメンでも結構だと思いますが、とりあえずね、麺ですね、札幌一番醤油味ですね、札幌一番醤油味と、牛丼ですね、吉野家の牛丼、コラボをしていただけないかと日夜思っております。それからね、黄金だしの中に、乾麺ですね、乾ラーメンを入れて、作っていきたいと思います。はい、ラーメンの方もゆでと仕上がってまいりました。そしてね、牛丼の具ですね、はい、こちらもね、沸騰してかなり、熱々になってると思われます。それではね、こちらにスープをね入れていきたいと思います。はい、粉末スープをね、投入でございます。はい、そして混ぜゼマリンコでございます。ゼマリンコですね、ゼマリンコでございます。はい、あとはね、丼に移して、そしてね、もう牛丼の具くるくる回転し始めております。なんで回転しているのか分かりませんが、嬉しいんでしょうね。はい、それではね、盛り付けに入りたいと思います。はい、丼の方にですね、ラーメン、札幌一番醤油ラーメンですね、はい、これをドッカンドッカンドキュキュンバッツンですね、はい、いい湯気が立っております。そしてこの上にね、牛丼の具乗っけていきたいと思います。はい、ラーメンの上にですね、牛丼の具ですね、はい、牛丼の具をザクンザクンザクキュンキュンですね、はい、乗っかりました。それではね、食していきたいと思います。非常にうまそうでございます。はい、吉野家牛ラーメン完成して、テーブルの上に運んでまいりました。そしてね、はい、卵1個ねみたいな、はい、ありがとうございます、卵入りましたみたいな、ネギダクでお願いしますみたいなね、はい、ネギダク入りましたみたいな、はい、もういよいよ完成でございます。あとはね、食べていきたいと思います。はい、それではね、吉野家牛ラーメンいただいていきたいと思います。まあ、ラーメンね、半ライス入りました、ありがとうございます、こんな感じでございます。はい、それではいただきまーす。あ、ちょっと待ってください。やっぱ牛といえば、一味ですね。ほら、パラパラパラと、かけていただいてみたいと思います。いただきまーす。うまそうです。うわ、熱っ。牛のうまみとラーメンのうまみですね、これ最高でございます、うまいです。はい、そしてね、半ライスいただきます。最高。いや、なんでね、牛丼屋さん、松屋さん、すき家さん、吉野家さんでございますが、私的にはあの吉野家さん B 期でございます。吉野家大好きでございます。で、なんでラーメンやんないのかなみたいな感じなんですよね。もうお客さんの層としてもね、牛ラーメン、ラーメンにね、牛肉乗っけるだけなんでね、ご飯に、牛肉乗っけて牛丼、ラーメンに牛肉乗っけて牛ラーメン、いや、なんでやんないのかなと思います。あんだけね、深夜やっているので、もう牛ラーメン俺食いてえよみたいなね、方がかなりいるんではないかと思われます。もしね、吉野家企画部企画室の皆様、この動画をご覧になって、もうそうだ、ラーメンやってみるかと思った時にはですね、私に現金で振り込みお願いいたします。
はい、それでは本日も最後まで、ね、無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日ね、牛ラーメンの作り方、作り方っていうか、インスタントラーメンにね、牛との具のっけただけでございます。そしてね、ネギだくネギをのっけて、卵を入れてね、お城様に客単価アップアップではないんでしょうか。いただきます。最高最高、本当に最高でございます。それでは失礼いたします。うまいです。かなり酔っ払っております。失礼します。